生産者の 80% 以上の人が60歳以上と言われてます。で、高齢化になってるんですね。だから毎年ものすごい数で、漁をやめていってる人がたくさんいるってことですね。1950年代に120万人ぐらいいた日本の漁師と言われる生産者が今はもう20万人を切ると、もう100万人ぐらい減ってるわけですね。65ぐらいは行ってるはず、平均年齢。海で仕事はしない、若い人は。40、50名ぐらいいたんだよ。だけど海沢家ないもんで、あの配当ですが少ないもんだからね、もう後継者もいなくなっていくし、だんだんあの年寄りばかりがいるもんで、年寄りは年を取って連れてもうどんどんやめていくんですよ。雇用されたい人と雇用したい人が一堂に入って、まあ、 あのお見合いみたいなもんですよね。そして、あこの人がええ、あこの人のところに行こうかっていうような中から、あのお互いがあの電話で来てくれるかという、あの直接会って話したりして、でそういうことで来てもらうことになって、今頑張ってもらっております。やりがいがある仕事っていうのもあるし、僕一人で何にもならへんけど、僕この量をなくすのはもったいないなと思って。